皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。スノーボーダーの若です。さあ若くん、はい、本日どこですか？本日はですね、はい、高峰高原でございます。はい、雪は非常にまだたくさんありますし、うんうん、朝市なんかは完全に雪でしたね。雪でしたね。氷というよりも雪で、うん、だったので、うんうん、ぜひぜひまだこの時期でも高峰高原カービング超楽しいです。で、朝市は今僕若くに2時間ぐらい撮影してもらって、はい、今昼前ぐらいなんですけども、これから持ってもらっていいですか？はい、じゃん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 、見てください、 VL の163です。僕が一番本気でうわーって乗る板でございます。この板を高峰のこの番で上からちょっとがっつり滑ってみようと思いますので、若くんカメラマンよろしくお願いします。はい、お願いします。今日は VL63 でのがっつり本気の全力のカービングです。さあ、それではこれから行っていきたいと思います。ストップ！探査面に受けたところでちょっと雪が長くてノーズコントロールしきれずにズズってなりましたけど、バーンは超面白いです。で、雪が表面ちょっと柔らかいんだけど、この VL って幅がしっかりあるので板立ててってもズブズブズブっていうのがあんまりなりづらいんですね。そこシャドウがいきなり変化するとかじゃなければね。なんでぜひぜひ VL163 スーパーライディングマシンとなっておりますので、皆さんチェックしてみてください。それでは、はい、続きまして若君、はい、滑ってみましょう。はい、おーおという感じのカービング大好きな私青木玲と、カービングはもちろんスノーボードフリーランが大好きな若君と、今日は高峰高原スキー場に来ました。今日はコシ君いなくて会いませんでしたけれども、残念でしたね。残念でしたね。はい、またコシ君一緒に遊びましょうね。それでは本日はジョイントハウスの青木玲と若君で、はい、高峰連れてみました。それではまたスノーボーダーの青木玲でした。お疲れ様でした。